速稼塾の久保です。 FX のドル円相場解説、ちょっとね、今日の相場解説なんですけども、セルの方に行くというお話をして、セルの方には行ってるんですけども、私がセルの方に行くって今回お話したのは、もっとセルの方に向かわないといけないんですよね。まあ明日おそらくこれ結論が出ると思いますけども、今日の時点、4月12日の19時の時点でどういうふうな動きになっているのかをちょっとおさらいしながら、明日の朝の相場解説につなげていこうと思います。それでは画面を切り替えてこちらの方をご覧ください。はい、4月12日の19時ですね。現在が4月の13日の深夜1時12分になってますんで、これからですね、数時間経った後になります。あとね、5、6時間したらもう1回相場解説のをしたいと思いますので、今ご覧いただいている1時間軸、あと5本6本ね、陰線なり陽線が付け加えられた状態になると思います。さあ、それでね、私が考えているのはここと同じような感じでですね、こちら、まあヒゲが出てるんですけども、こういう風な形になった、ここを越えて下に行くんではないかなと。そしたらレジサボ転換が起きて、今度はここを突き破らずに下の方に行く流れができるんですよね。で、今回もこっちの方上行ってますけども、今下に向かいましたよね。ここまでは私が考えた通りなんですよ。あとはね、ここですよ。ここを越えて下の方に行っていただければ、まあ中長期の私の仮説勝ちということになります。セルの方に向かう流れができるってことですよね。こういうふうにギザギザしながら下の方に向かってるでしょ。で、ネックラインをそれぞれ意識していくってことになります。だからもうちょっと見ないといけないですね、まあ下り坂、右肩下がりに向かっている形はできました。まあ、ですのでバイデンさんになってずっとね、右肩上がりだったんですけども、これが変わり目になるかもしれないなと思ってます。バイデンさんの就任以来ずっとね、バイの方で取ってきましたけども、値上がりすればするほど値下がりする圧力っていうのはどんどん増えていくわけなんですよ。だから上がれば下がり、下がれば上がりということで、どのレンジを作っているのかってことになりますよね。どのレンジを作っているのか、ここについてね、これからもお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日は以上でございます。中間報告でした。